あと4問。あと4問。行こう。4問行こう。あー。じゃあ行きます。次、点数は16。3点にしますか。あ、ほんと。いや、答え合わせ合ってるそれ。どうしような。5点でもいいですよ。3点じゃ、3点か。今、間飛ばすんやな。いや、ルーさんに任せる。いや、俺もルーさんが、5点で。5点でいきましょう。はい、よし。よし、よし、学生権。じゃあ、いきます。悔しいな。動いてる。凝ってる。どういうこと？クリックはできひん。写真が隠れてる。あ、そういうことか。ああ、そういうことか。気持ちが悪い。え、あ、隠すんや。佐々木さん。フライト持ってた。よし、おもう完全に下ネタやと思ったわ。意味がわからん。フライド持ってたよね、これね。そうですね。そうだ。それはもう、マックで働いてましたから。一瞬よ。タイムは15みたいな。これ見てもやっぱ下ネタに見えんの。病気だ、病気、病気。わかる。わかるの？次いきまーす。はい。リセット、あ、する、勝手にリセットする。あ、お願いします。取り手。何これ。なんだこれ。マブさん。イルカ。違うよ。嘘、ウミガメじゃないの。おらよっしゃー。何がイルカなのかわからん、俺。すごいな、今の。しゃーどこがウミガメじゃないのこれ。ちょっと。あ、ウミガメって言われたらめっちゃウミガメやわ。何ウミガメ。うわぁ、目だ。ウミ、イルカだ。あ、マジかよ。途中から変わってないこれ。かっこいいな、今の。タイムアップ厳しすぎ。あいや、すごいよ。今のかっこいい。なるほど。なんだ、俺めちゃくちゃ。なんでわかった。いや、なんか、多分、水族館で撮れるやつだなって思ったんですよね。すごい、水力。めちゃくちゃ悲しかったわ。いや、でも、逆立ちすると、体重がなくなる動物は、みたいな、やつやったらいいけど。一点やけどな、ただその。お願いします。次は、画像の一部が変化して、きます。どこが変わっているでしょうか。あ、なるほど、なるほど。あ、初体験ですね。はい。どこ行った。一箇所とは限らない。めちゃくちゃ言うなよ、マジで。これはさ、そうなん、そこは言わんかった。苦手やわ。何変わってんの。え、やば、もう変わってるって言われたら。あ、マブさん。え、これ何を答えればいいんですか。変わってるところ。変わってるところですね。あ、ミニトマト。答えられたら困るよ。いやー。あー、そうなんや。なんか半透明にはなってんなって今見た時思ったけど。なんかイチゴとトマトじゃない？多分違う。まだあるんで、もう一回出しますよ。え、まだある。マジで。まだある。オッケー、行こう。いきます。他にも変わってるってことだよね。いちご違う、完全に消えてた。いちご完全に消えてた。まだある。終わった。やばい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 。答え出ちゃう、答え出ちゃうよ、ルフさん。答え出ちゃう、答え出ちゃう。一回行きますか。はい。はい、あー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 えなるほど。え今の見えたけど。うわ、くそ、見逃した。なしにしましょうか。なしでいいと思う。なし、ちょっと見えちゃいましたね。で、ちなみになんか、左上のパプリカみたいな。が、色が変わってた。色が。ああ、パコン変わっちゃうんだ。なるほどね。なるほど、なるほど。感触はわかんないなぁ。いや、マジむずい。じゃあ、次、ラストかな、確か。
はい、あれイチゴじゃないんだよ。よ今でも、はい、今でも粒見えるんだけど俺。行きます。ああ、汗かいてる感じ。ああ、そう。不謹慎なことになるなよ。大丈夫。急に動くやん、それやったら。ボゴボゴ。あ、え？マジか、もうめっちゃ苦手や。飛行機。ちょっと待ってくださいね。答え忘れた。確認していいですか。飛行機が、まあ、飛行機どうなったの？え、飛行機が右から左にじわじわ動いてる。動いてんねや。あ、もうあれ、みんなやめようと思ってんけど。マジで？あれではないやろと。え、翼くんは？同じでした。ああ、マジ？やってるやん。やぜーかー。強ー。まだあるんで、ちょっと出しますね。はい、あんねや。まだある。まだあるんだ。まだある。あ、え？あ、どうしような。じゃあ、翼くん。入れたいよ、どうぞ。ビル赤くなった、はい、手前のビル。手前のビル。はい。うわあ、マジ？まだあります。まだある。まだある。あ、ここでまだ。あ、じゃあ、はい、行きます。じゃあごめんなさい、押します。はいはい。左の奥のビルが色変わってる。はい、黒いビル。寝るわ。絶対リセットしたからね。どんなことやらするやつ。こんな一枚の写真で色変わるなんてそんな2回もあるわけないじゃないですか。そうなの。どんどん濃くなってるように見えるわ。あ、え、黒いビル大きくなってませんか。あ、ここ見たな。マジで？すごいな。マジで？わかんない。ちょ、もう一回見して、もう一回見して、もう、それを、え、それで、ルプさん全部出た？まだあります。まだあるまだあるラストね。まあ、伸びてる伸びてる。おー、ほんとだ。え、わかんない、今。あ、わかった。操作押して。押した、あ、押した、いいっすよね。あの、いい右下に、なんか変な和風の建物が出てきた。ちょっと一回全部見して一応最初から見してくれ今の。え、もう終わりなの？終わりです。終わり。見してくれ、見してくれ。和風の建物が出てきたって何？白っぽいのがなんか出てきた感じが。いや、上しか見てなかったな。あー、増えてる増えてる。どこ右下ってこれ。ほんとだ。白みたいなことか。すげえ。白やな、これ。自由の女神が伸びてると思う。和風の建物やわな。白代表やもんな、それ。いやー、すごい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 。いや、すごいな。俺、全然できんわ、こんな。めっちゃすごいな。いやー、すげえ。え、何やビル、近くなってる。ん？すごい。じゃあ、1位が、19点かなりさん。おお、おお、マオさんいったと思ってたわ。マオさん16点でした。ああ、でも惜しい。3点やった。すごい。圧勝じゃないですか。圧勝かって言われるとちょっと何あれ違う。圧勝って言われるとマオさんの16点なんか俺からしたら1点4点やもん。ちょっと言ってるんや、わかんないけど。いやー、くそ。佐々木さんがおらんかったんと一緒。悲しいことだけ言う。悲しい気持ちになったわ。いや、ルンさん、ありがとう。いや、結構、こうしっかりしてたな。結構、びっくりしたわ、ルンさん。俺、週一でやってくれるっていう。ルンさん、これまた、ちょっと、頃合い見て、問題作っておいて。オッケー。急にまたみんな言おうと思うわ。ちょっとお使いのがでかいわ。ということで皆さん第1回早押しクイズ大会でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。